働きやすい会社から働きやすい社会へ。はい、どうもこんにちは、社会保険労務士の大月です。今回も近づいてまいりましたので、やはり富田先生にお越しいただいております。先生、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。今回質問をいただいておりまして、今の時期ならではだと思うんですが、早速読ませていただきます。いよいよ試験が近づいてきました。6月、7月、8月、残り試験まで3ヶ月ぐらいなのですが、一体何をどうやって過ごしたら良いのでしょうか、というご質問なんですが、はい、まずね、気持ちが痛いほどよくわかるのと、自分自身もなんかそういう質問を講師にしたなっていう感じがするんですよ。記憶が蘇ってまいりますですね。ちょっとにわかにいろいろ焦ってきたりとか、焦ってきてね、そんな時期ですよね。そうで、しかもなんかこう特別なこともね、せなあかんのじゃないかと、いうような感じにどうしても、ね、なってくる。でいくつかやっぱりね、そのたんびにこう受験生の皆さんに申し上げてることがあって、それをねちょっとお話しさせてあげたいな。なるほど、はい、よろしくお願いします。では、はい、じゃあ順を追って6月からみたいな感じでいきましょうか。はい、まず6月からで、はい、6、7、8という直前期として、まず全体の話しちゃうと、はい、基本はだけどやっぱりやることは変わらんのですよ。普段申し上げてる通り、もうくどいかもしれないし、この YouTube をご覧になってる方もですね、はい、もういいよという声も聞こえてきそうなんですけど、本来のやるべきことっていうのは変わらないんですよ。もう通読と過去問ですか。はい、理解と反復です、はい、これは変わらずなんですよ。はいはいはい、なのでそれだけは間違えないでください。確かに直前期にこれをちょっとプラスしたいみたいなことは今から申し上げるんだけど、でも基本の基本は変わってないので、時間を例えば今までじゃあ10割ほぼそれに使ってたとしたら、配分としてはどのくらいまで。そうですね、そうですね、おっしゃる通り、それはだから少なくしていいんですね。はいはいはい、ただ基本の基本って言われたらやっぱり変わらずっていう、いうイメージです。7割ぐらいで。あ、そうですね、それぐらいであれば十分ですね。あ、なるほど、はい、比率は今までのインプットのじっくりやる期間に比べたら、減らしていって当然いいと思います。いや、かけた時間を 70% にして、はい、で残りの 30% で何をやるかということですね。はい、はい、でこの6月だとするとですね、はい、6月の時期にはやっぱりやっておきたいのは通読なんです。通読、はい、これはもうこの YouTube をねご覧いただいている皆さんは、なんかもう何も聞いとるよと、これまた思うかもしれないんですけど、私が知る限り受講生の、受験生のいろんな方々とお話ししていて、一番足りないのはねやっぱりその通読とかのそのところなんですよ。穴ができちゃうのが怖くって、でその穴ができたまんまになってるわけです。そうするとやっぱり本番に行った時に足すくわれちゃうんですよ。なるほど、先ほどの 70% のとは別でってことですか。はい、あれも理解と反復で、例えば一章ごと、例えば労働基準法やりました、で過去問やりましたとか、それはもうその順番にやったらいいんです。あ、なるほどなるほど、もう部分部分を繰り返していくのとは別で、はい、流しで、はい、例えば労働基準法だけダーッと読んでみる、時間そんなにかけなくていいから、読んでみてダーッと 目で追う感じなんですよ。読むというよりは目で追う感じで、でそれでだけどあれって引っかかるところが出てくるだろうから、そこをね埋める作業なんですよ。読んで目で追ってる時にあれなんかちょっと違ってたなとか、とかあれ、あれこれなんだっけと、出てくるはずなんですよ。なるほどなるほど、それをねこの6月だとまだ時間の余裕、心の余裕まだあるから、今の段階でね一度やっといてほしいんですね。なるほど、はい、これがね6月にやっといてほしいなっていう。じゃあ6月は通読ということで、一つ通読をプラスしたいなと思います。はい、はい、では7月はどうでしょうか。はい、7月はですね、で7月になった時には白書とかも含め直前期の情報のインプットはそこまでに置いておきたいんですよ。それから繰り返して身につけるのはまだ8月までかかっていいんですよ。直前までかかって結構なんです。なんだけれども一旦のインプット、はい、直前期のもの、法改正なり白書の情報なりっていうその直前期の新しくインプットするものはそこまでに7月の中旬ぐらいまでに置いておきたい。なるほど、これ7月の頭から中旬ぐらいまでで全部いけそうですか。7月中旬までに、例えば5月ぐらいから直前期のものが出てきたとして、5、6、7月ぐらいまでの間にインプットできてれば、これ何が言いたいかっていうと8月になってから新しいものをインプットしてほしくないんです。ああ、っていうとじゃあ7月にやるべきことというよりは7月までにやっとくまでになんですよ。なるほどなるほど。じゃあ場合で言うとこれもっと6月からやっとかなきゃいけない。あ、本当はもっと早くでもいいんです。それはもういくらでも早い分には構わないので、で言いたいのは、
7月までにやってほしいっていう意味は、8月には新しいものはインプットしたくないです、うん、そこで新しいものをインプットしても出るか出ないか分かんないし、それよりはそれまでの知識を繰り返しして熟成させた方が絶対プラスになるので、うん、でここでもあの 70% は今まで通りで、あ、今まで通りで残りの時間で白書や法改正の新しい情報を入れるんであればそこまでに入れる、はいはい、っていうのを7月までにやりたい、うんうん、ではいよいよ、はい、本番のある月、はい、8月は8月はですね、2つで、まずあの一つ、いや、あのとっても大事なことなんですけど、うん、くだらないと思われるのが多いんですけど、体調管理。ああ、8月はなぜ体調がまず何よりも大事、うん、そうですね。クーラーにも入っちゃうし、あの体調崩したらそれだけでだってパフォーマンス落ちちゃうから、うん、体調管理が最も大事。そうですね。試験の前の週ぐらいはもうちょっと、はい、あんまり外出は控えた方がいい感じですよね、はい、あの余分なあのウイルスとかね、もらわないようにもしたいし、うんうん、その最後の数日ぐらい、うん、まあ、やっぱりね、あの余裕がないのは分かるんだけど少しは寝たいですよ、ちゃんと、うんうんうん、ってとか、そのあたりが実は一番大事。なるほど、はいはい、それからもう一つ大事なのがですね、どうしても頭に入らなかったもの、はい、あのどうしても得意不得意っていうのはあるから、うん、どうしてもこの科目その頭に入りきらないみたいなところが最後の最後残るっていうのは当然ありえてですね、うん、でこれがあの人それぞれこうなんか不得意科目って違うんですよ、はい、でなんですけど、まあ、例えば私の場合だったら安全製法とかだったんですよ、はいはい、とかあの人それぞれだったんですけど、うん、その不得意で最後まで残っちゃったやつは、もうその理解って言ってもどうにもならない状況だろうから、うん、最後の最後は一生懸命一夜漬けに近い感じでインプットもありえるだろう。やっぱインプットするんですか。いや、もうそれもね、最後の最後どうにもならんときはそれしかないだろうと思って。あのこれは無正直な話で、あのそんな綺麗事だけ言ってられない状況に、まあ新しいことっていうわけではないってことですね。そうです、うん、あの8月にはもう新しいことはやってほしくないです、うん、さっき言ったのは新しいもののインプットであって、はい、今お話いただいたのは、はい、インプットしきれなかったもの、はい、あの不得意でなんか頭に入らんっていうやつ、まあ、ここだけは一夜漬けでいこうって、そう、そんな感じです。その通り、その通り、うん、はい、それをあの8月の最後の方でちょっと意識してほしい、うん、いや人によってね、その得意あ不得意がなければいいんだけど、必ずね不得意ってやつ、なんたらやっぱりこの科目ダメだなみたいな不得意意識とかあると思うんで、うんうん、そうすると最後の方でやっぱりそれは一旦ちょっと、なんかこうマンパワーかけてですね、うん、まあ、丸暗記というの言葉が嫌いなんだけど、でもやっぱり最後の最後はなんか力技でインプットというのはありえるだろうと思う。なかなか大変ですね、ここまでいっちゃうとね、うん、ただ最後残るんじゃないかなと、あの今までいろんな受験生の方拝見してると、うん、お話聞いてるとやっぱり必ずどうしても不得意なものがあって、最後の方までやっぱりどうしても引きずる、うん、どのぐらいまでその不得意なところ入った方がいいですかね、これ。期間で区切っちゃっていいと思うんです。はい。ギリ3日前まで。には終わらせて。で、3日前からはもう開き直っていいと思うんですよ。うん。あの体調管理の方優先で、うん、もういいよ、寝ちゃおうと思う。なんとなくその頭に入んないから不得意だと思うんで、だからそっちに時間費やすなら確実な方行きたいっていう思いもあるかなと思います。はい、あの、分かります、分かります。どこまで不安になるかですね、はいはいはい、ある程度までは取れるだろうって思っちゃったら、もう一旦例えば1週間前とか10日前とかで、うん、もうこの科目いいやと、で得意科目の方で点数伸ばしましょうの方が戦略的に正しいかもしれない、うん、それどこまでなんですか。あの足すくわれる点数じゃまずいので、そうですね、まあこればっかりは分かんないですね、分かんないです、うん、あの私も前日たまたま見たのが出たとかありますよね。いや、あと代表、性格にもよる。私の場合にはその安全性法、まあ、最後の最後までインプットできなくて、まあ、始めたのが遅かったんですけど、はいはい、まあ最後焦って不安で、うん、血液型 A 型がこうどうしても出ちゃうところです。まあまあそれはあれなんですけど、ね、はい、ありがとうございます。ということで、まず基本的にはまあ、全部を切り替えるんじゃなくて 70% は理解と反復を繰り返すっていうのは、これはもうギリギリまでやっていく。それは変わらないです。はい、でこれがあの割合としては大体 70% ぐらいで、で残りの 30% の使い方としては、まあ6月中にはいわゆるあの投資でも通読を一通り終わらせておきましょうと。でそれも
理解するために読むんではなくて、まあ、目で追って引っかかったところを拾っていこうって言うんですね、うん、そして7月中には、白書であったりとか法改正の文っていうのは一応7月中にはもうインプットという意味では終わらせておきたい、はい、そして、8月はもう直前なのでまず第一に体調管理点、第二に、どうしても残った頭にちょっと入りきれてない不安なところをちょっと最後の追い込みでインプットしていく、はい、力技をどうしても最後使うんじゃないかと。なんかこの体調管理とのバランスが難しいですね、うん、そうですね、その通りです、うん、はい、まあ、前日までねインプットに時間使っちゃったらちょっとあれかもしれないんで、もうそこは開き直って寝ましょう、うん、はい、なんかうまいことタイムスケジュールを組んでいただいて本番に臨んでいただきたいと思います。はい、それでは本日の動画はこちらで終了となります。まだまだお受付しておりますので、試験に関することであったりとか、もう来年に向けてでも多分見る時期によって変わると思いますので、はい、来年に向けての勉強の方法であったりとか、あとは、社会保険労務士についてそのものでも何でもご質問あれば、概要欄にある LINE の方からお問い合わせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。